2月12日水曜日午前中の取引を終えました。祝日明け日経平均株価は全営業日ですね、月曜日に比べて127円54銭高い 23,813 円52銭でした。 0.5% の上昇です。トピックスは祝日前月曜日に比べて 2.22 ポイント安の 1717.42 でした。日経平均とトピックスまちまちの結果となりました。新興市場マザーズ指数が昨日に比べて 8.85 ポイント高 1% の上昇でした。ジャスダック平均が1円と88銭高ということで、新興市場はどちらかというと買い物が先行、東証一部はまちまちでありました。日経平均株価冷やしチャートです。昨日のアメリカ市場、アメリカ昨日も開いていましたから、アメリカ市場一応はナスダックと SP500 がプラスで引けています。ダウ平均は48セントですね、48ドルではなくて48セント下げていますが、ほとんど動いていません。アメリカ比較的しっかりということで、今日の祝日明けの東京市場も日経平均ベースでは買い物が先行しています。日経平均を押し上げている理由はソフトバンクであります。9984ソフトバンクのチャート見てみましょう。窓を開けて大きく上っ離れていまして、前引け時点では5843円と、だいたい上昇率にしますと 13% 強の上昇で引けています。ソフトバンクこの場面ですね、この場面でも物言う株主でありますアメリカの投資ファンドなどがソフトバンク株を取得しているということで、それが材料視して跳ねていましたが、今日のこの跳ねについてはスプリントの合併絡みのニュースが出ていました。アメリカニューヨーク地裁がスプリント、ソフトバンク傘下のスプリントと T モバイルの合併を差し止めていましたけども、こちら合併を認める判断を下したということです。これが今日は一気に上に跳ねるような買い材料になっているようです。スプリントと T モバイル US の合併が本当に実現すれば、4兆円程度のソフトバンクの有利子負債、借金ですね、これがソフトバンクの連結債務から外れる格好になります。そうしますとソフトバンク的には財務体質が改善する話でありまして、このあたり期待も込めた資金が今日は一気に流入しています。トピックスが小幅安なのに日経平均がプラスというのは、値が下株であるこの銘柄の寄与がかなり大きくなっています。また決算発表、業績関連では1662石油資源開発が月曜日の日、祭日前に決算発表を行っていました。こちらは小幅なプラスということでしょうか。石油資源開発は第3クォーターの決算と合わせて通期見通し、20年3月期業績予想の増額修正をしています。買い入れ原油の販売数量が増加しているですとか、国内、日本国内で原油天然ガスの販売数量が増加しているということであります。ただ足元の WTI など原油相場そのものの動きを見てますと、 WTI が50ドルを割り込むような日々もありますから、なかなか今日修正を手がかりに一気に買い上がるといった動きにはなっていません。今後原油市況が悪化すれば、この増額修正した見通しを達成できない可能性もありますから、そのあたりは慎重な投資行動となっているようです。今日の東京市場、前日のアメリカ市場がしっかりということで、トピックトピックスは小幅でありますがほとんど動かず、日経平均はソフトバンクの影響でプラスとなっています。以上、前引けの模様を東証アローズからお伝えしました。